イオン滝川店は、北海道滝川市東町2丁目にあるイオン、北海道株式会社ウニエの大型商業施設で、ある。滝川市街から離れた国道38号沿線に存在している。建物は地上1階建て。前身は大ーで、2005年以降、大英の日本最北端の店舗であったが、2015年9月1日に、イオン北海道に営業権が承継され、 現名賞になった。大英はもともと1982年2月に同市の滝川駅から離れた西町2丁目での出店を決めていたが、大英が希望していた売り場面積が滝川商工会議所で承認されない状態であった。不満であった大英は5条申請を行い最高を求めたものの、再度下された決心は3条申請通りで、売り場面積は 滝川商工会議所が提示した売り場面積となった。その頃、駅前では再開発ビルの北海道滝川ビルの建設が決定し、各テナントとして声優が決定していた。しかし、ダイエーと深い関わりを持つディベロッパー会社、高尾ビルがビル建設建設予定地の土地を習得したため、地元組合が土地の返還を求めていたが返還に応じず、 建設着工が難航し、声優が出店を撤回していた。こうして、大英が地元組合と再開発ビルの各テナントとして出店の交渉にこぎつけた。仮に出店が決定した場合、大英は当初出店を計画していた西町の土地を滝川市が買収することを要求していた。ところが数ヶ月後、高尾ビル側が ビル完成後の代表権と株式51%を大英側に譲り渡す条件を地元組合に提示したため地元組合側が反発し大英の出展は破断となったその後一度は出展を撤回していた声優が各テナントとして出展することが決定し数年後にビル内に声優滝川店を開店したが2003年8月31日で閉店した 結果、西町には、大英は出店することなく1996年に、東町での出店が決まった。開業当初は、大英ハイパーマートとして開業したが、2002年9月1日に、大英に、業態転換した。店番号は0707。店舗は長らく大英が所有していたが、不採圧縮のため売却し、賃借に切り替えた。2005年まで、 大英最北端の店舗であった朝日川店が閉店して以降は日本最北端の大英店舗となった。当店開店以降、北海道内に他の大英店舗の出店は約13年間なかったが2009年に北海道最後の新規出店となった大英札幌演算店が開店している。出店全店舗一覧は公式サイトフロアガイドを参照。 ありがとうございます。